キュビックスクリーンの説明をさせていただきます。田中印刷所の田中と申します。従来のデジタルサイネージと申しますと、今まで一方的に伝えるだけでしたのを、こういう立体のものに投影できるようなもので、制作をさせていただきました。裏から特殊な塗料を塗りまして、光を止めるようにしています。で、現在こういう形で、双方向性を持たせておりまして、ボタンを押していただきますとこういうふうに人形が答えます。それで、今日の押していただいた方が何人目かというのが分かるようにしています。でなおかつお客様がこういうふうにクーポン券を持って、売り場まで持って行っていただくという、まあ言えば店舗までの誘導性まで考えたシステムを、構築をしております。でこちらにありますのが、売り場の提案でございまして、言えば、実際の売り場の中に、デジタルフォトフレームなんかよりはこうリアルなものの中に、バーチャルを持ってきて、あれなんだろうというふうに足を止めるということが、まず売り場での基本だと思っておりますので、そういうことを実現していただくためのシステムだと思っております。で、こういうふうに売り場の中でも、いわば女の子が説明をする、いわばコンパニオンのイベントコンパニオンの代わりがいつも中にいるというような、そういうことを思っておりますので、もうぜひともこういうもので、展示会の中でもお客様を立ち止まらせる一つの要素としてお使いいただければありがたいと思います。どうもありがとうございました。